こんにちは。こんにちは。スイート84連です。シュートです。ダンス、ダンはい、5秒。第3回、はい、ラジオを始めたいと思います。はい、思います。もう3回ですね。会議するみたいな。うん。気合入ってんな、なんか。今日は気合入れてきました。うん。なぜなら、うん、はい。今回はスペシャルな発表があるからです。おお。まあ、それは後々ということで、はい、まず乾杯していく。そうやな。忘れてた。今回も、前回いただいたコカ・コーラで、ブンバーズヴィンテージなんかいただいたコーラで、皆さんフォローしてくれましたかということで乾杯。乾杯。今日も始めましょう。始めましょう。今日もゆったり喋っていきましょう。今日も予定がなかったらビール飲みたかったんですけど、ちょっとこの後予定あるんで、うん、今日はコーラで。おう。ラジオでコーラ飲むの初めてちゃう。ほんまやな、毎回ビールやったもんな。そうなんですよ。俺も最初酒飲むっつってたのにな、うん、このラジオ放送中に一本を飲み切るっていう。次やろうか。やってたんやけど。次やろうか。うん。コーラをいただいたからな。次やろうか、じゃあ。うん。じゃあ次のあれということで。ということで、はい。まずコーディネート紹介からしていきたいと思います。はい。今日の連さんは、その最近買ったものと一緒にコーディネートを紹介していきます。うん、おこれ最近買わせてもらいました、はい、熊本のブラウンさんで。最近アメリカ買い付けから帰ってきてたな。そう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 。それで入荷の初日に僕が行って、うん、はいはいはい、シュート誘ったんやけどシュートが忙しくて行かれへんくて行かれへんかったな。僕一人で行ってきました、はい、で購入させてもらった。何ですかこれは。タウンクラフトの 50s ぐらいのコーデュロイシャツなんやけど、うん、うんうんうん、珍しくて横うねやねんや。あ、珍しいな、うん、横うね珍しいよな。出えへんよな。出えへん出えへん。だいたい立てる。雰囲気とかもちょっと違うような気がするよな、うんうん、見え方が全然違うよな、横と縦で。でデッドストック、サイズもいいね。でかいですね。16ハーフ。16ハーフ。レンサイズや。俺サイズマジでないよな。次行っていいっすか。いいっすか。好きに行ってください。 なんかコメントするもっと。いやそんなでか、そんな50年代って結構タイトめに生きる時代やんか多分、うんうん、で合体も多分ちっちゃかったから、うん、それの時代に16ハーフっていうのがまず少ないし、うん、で普通の縦うねと違って横うねっていうのがすごい珍しくて、しかも状態デッドストックマジで素晴らしいと思います。ありがとうございます、はい、じゃあ次お願いします。今ふと思ったんやけどコーデロイの話まだしていい？あ、どうぞ。次行かしてくれへんやん。プリントコーデロイは横うねよな、うん、あー確かにっていう話を、うん、ブラウンのケイスケさんとしてて、はい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 、はい、なんでかなって考えてた時に、うん、横うねの方がさ、うん、まあプリントコーデュロイってだいたいこう入ってるパターン多いやん、うん、胸のとこに横一列に入ってる、縦よりプリントが乗りやすいんかなみたいな、横に乗せた方が一本で、なんかうねのさ一本で何本かでできるやん、うん、縦やったらさこの何本も重なってる、確かに確かに確かに、凸凹が多くなるんかな、はい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 、とも思った。プリントの技法とかその見え方との兼ね合いみたいな、そうそうかなっていう話をしてたんですけど、詳しい人おったら教えてください、うん、なんか横うねと縦うねで取れる生地のさ量が違うからさ、うんうん、なんか贅沢な使い方みたいなのも言わん。あ、横うねの方が、そう、なんかリッキーズの横うねのさ、あれめっちゃ高かったよな、うん、とかめっちゃ珍しいやん。あれとかも、うん、その縦に使うより横に使った方が贅沢な使い方やから、うん、これはイレギュラーで出たのかどうなんやろな。そのそもそもちょっとレアモンとして出してたのかが分からんよな。けどイレギュラーよりなんかなともちょっと、うんうんうん、なんかそれこそ基地が余って、うん、あこれだけ横のやったらアメリカのさちょっと雑多な感じで、うん、しかも古いアメリカってそういうの多いからな、なんかこれは足らんしもこれでいいんちゃうみたいな、うんうんうん、まあシャツとしては、うん、コーデュロイシャツとしてはさ、うんうんうん、同じ商品やから、うんうんうん、縦でも横でもあんまり気にせんとやったんかなとかも考えつつ、確かに確かに、もうコーデュロイの話いいかな、はい、ロマンやね、うん、うん、っていう話をずっとしてる。すごい面白い話やった。ほんで面白い中が、はい、僕の好きなコットンニットですね。これは多分90年代ぐらいのブルックスブラザーズ。おお、いいね。で、ブランドも。で、パンツが、うん、リ。お、
なんかあれやな、今日ジェームス・ディーンを彷彿とさせる格好してない。リーに赤って。あ、確かにな。ドリズラーとかやな。そう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 、確かに。うん、なんか今ふと思ったわ。これは熊本のパシフィカさんで、はい、あの大量にリペア出してて、うん、帰ってきて、うん、ずっと履いてたやつ、これ。あ、アメリカ買い付けとかで帰ってきたから久しぶりに履こうと思って、ちょっとボロになってたやつを綺麗にしてもらって。けどおもろいなと思ったのがさ、うん、今ちょっとペンキとかさ、うん、流行ってんやん、うんうんうん、カーハートのさ、ペインターパンツダブル2にさ、うん、黒とかにペンキ飛んでたらめっちゃ高いやん、うんうんうん、でペンキ流行ってるなと思って引っ張り出したら、うん、これ事務所のさ、うん、壁塗る時のペンキ作業でさ、いい感じにペンキ飛んでて、ほんまやな。むっちゃ今時やん、うん、ちょうど時代とマッチした。そう、マッチしてこれやなと思って。確かに。しかもなんか自分の思い入れ込みやから余計良くない。うん、けどさこれさ、うん、さっきさシュートも話してたんやけどさ、うん、メモリアル、うんうんうん、が昔書かれたやつか今書かれたやつか分からんでなって話しててさ、確かに分からんな。ペンキも正直分かれへんよ。分からへん。なんか明らかにこう白が真っ白のやつとかさ、うんうん、なんか色の出方がすごいパキッとしてたらさ、最近つけられたやつなんかなとかさ、かなと思うけどな。なんかちょっと白が黄ばんでる茶色っぽいやつは昔のやつなんかなぐらいしか分からんな。うん、けどさ昔って言ってもいつか分からんよな。分からんし、だってこれ物は古くてさ、うん、ペイントも一緒に剥げてるからさ、うんうんうん、これでオリジナルって言われても多分分かれへんなと思ってんな。俺は分かれへんな。全部のペイントがさ、うん、なんかついたとこ感あったら、うんうんうん、分かるけど、うん、ついたとこからがっつり1年とか測れたら、うん、確かにもう雰囲気出てまうやん。出てまうな。だから分からんなと思ってて。分からんな。ちょっと話それたけど紹介しでパンツがリーで、うん、靴がキャプテンサンシャインとパラブーツ。もうハットトリックしてんじゃんこれ。ラジオ3回連続ぐらいじゃない。てかほぼ毎日これ履いてる。だいぶお気に入りやな。スニーカー感覚で履ける革靴。いい、ちょっといい味でできてるくない、シワが。うん、一回磨いた。おお、綺麗って感じです。はい、次はシュート。はい、僕は上が両 V のスウェット。昔のさ動画で買ったやつやな、うん、そうやな。一発目ちょっとバズった。うんうん、ちょっといつもより再生回数だいぶ多かった、うん、懐かしの。え、回るやんみたい な。それが初売り動画やったよな。そうそうそう、初売り買いに行く動画で。で、さっき初売りをするか悩んでてんな、うん、悩んでたな。俺はもう初売り用で商品取ってるからしよっかなって言ってたけど、うん、シュートが12月と、あ、まだ言わんとこ。まだ早かった。どのタイミングで言うんやろってドキドキしながら聞いてた。ほんまに後でお願いします、うん、っていうスウェットやな、うん、と、パンツが、これが90年代の501の後染め。いいよな、これ。最近気になってて、この辺の2人でよう話してるよ な。何色があるんやろうとか。そうそうそう、何年から発売されたんやろうみたいな、うん、多分さ流れ的に白を、さっき調べたら白、うん、黒、カラーデニムって感じなのかなっていう流れのような気がするよな。ぽいよな、うん、なんか60年代にさカツラギとかのさ、うん、ホワイトリーバイスのラインは出てたやんか、うん、でその後501で出るのは多分89年とかやったのかな。カタログ、うん、載せてる人がいて調べてたら、でその後黒が出て、日本でなんかな。確かにカタログが日本のカタログやったからな。どっちか分からへんな、うん、アメリカでは先に販売されてたかもしれへんしな。カラーデニムとかってさ、うん、全然注目されてないよな。全然注目されてへんな。まあ難しいっていうのもあるけど、うん、ちょっとけどさ時代に乗っかっていけそうじゃん。うん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 、なんかペイントとか許されて、うん、でクレイジーパターンとかも今流行ってきてるやん、うん、でカラフルなんかちょっと許されるっていうか、うんうんうん、みんなファッションに取り入れるようになってきてるから、うんうんうん、カラーデニムとかもブラック上がった流れとそのクレイジーパターンとかが来てるとかの流れで上がるんちゃうかなっていうのもあるよな、うんうん、ちょっと思うな。しかも後染めやん、うん、なんか後染めっていうのもなんかこうプラスに働きそうじゃない。なんかその流れにシュートとよく後染め
個人の後染め面白いみたいなの、うんうんうん、買い付けでもよくしてるんやけど、そう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 、その流れとかもいろんな流れが混じって、うん、リーバイスの501のカラーデニムとか、うん、もしかしたらもうちょっと値段上がるかもな、なあし全然出えへんしな、案外探してもな、ないよな、ないよな、でアメリカ製で501ってなるとやっぱり少ないよな、うん、アメリカ製501、うん、まあレングスは最悪直してもいいけど、うん、ウエストいいとかとかがないよな、条件あと後染めでも雰囲気がいいやつ、うん、うん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 、まあ言ったらリーバイスでヒゲ生えてるとか、うんうんうん、なんか色の乗り方がなんかちょっとちゃうなみたいなやつもあるよな、うん、後染めってちょっとなんかバキッとしすぎてるなみたいなのとかな、うんうん、ちょっとこの辺面白そうよな掘り出すと、うん、なんで最近気に入ってます、今のうちに買うのもあるよな、そうやな、探したいな俺も、探したいからあんまり話したくなかった、話したくなかったな、うん、話してしまったな、で最近俺とシュートの中で結構来てるよな、来てるよな、うん、なんかブラックとかをアメリカで高く買って、うん、日本で 2,3 万で売るんやったら、うん、カラーデニムとかを集めたいよなって話しててんな、うん、そう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 、そっちの方が面白そうというかな、うん、売ってるところないし、うん、なんか目新しい集めてるとこがないよな、あって安かったから安く出すんじゃなくて、うん、なんかしっかりいいものっていう評価をしててかいいものやしな、うん、その上でなんかこう好きやから集めてみたいな感じで出したい、うん、集めたくてもそんな集まるもんじゃないしな、うんうんうん、けど日本で出たら安いよな、そうやな今はな、逆に古着屋さんとかでまとめてあったらまとめ買いするのもありかな、うんうんうん、ありやなと思ってた、自分のサイズとかあったら全部買おうかな、うんうん、7,000-8,000円とかだったらいいよな、そうやな、でいろんな色な一気に出たらな、うん、めっちゃいいけどな、何色あるかも分からんし、分からん、なんか同じ赤でもいろんな赤あったりするよな、なパキッとした赤もあるし、うん、なんかこんな薄いピンクっぽいよな、うん、サーモンとこれが最初からこの色なんか薄れてこの色までいってんのかとかもさ微妙じゃない、シュート自分の膝にフェザータッチしてじゃあ当たりつけてんの今フェザーあたりってぼんやり落ちてあんまかっこよくないなんかここだけ落ちるんじゃん、うん、そうやな、うん、バッて変な落ち方するな、なんではい靴いきますね、靴いいですかね、もうカラーデニムの話は、うん、十分語った、十分、うん、で靴が、ピンクのコンバースですね、 80s ですね、懐かしいな、うん、この足元の同系色合わせは、うん、レンのスタイリング提案からいただきました。あのヴィンテージシティさんの案件でさ、うんうん、俺がさリバースのスウェットパンツ入ってたやん。赤、うん、そうに赤のコンバース合わせてたやん、うん。あれの提案からもらって早速取り入れたやつです。俺色合わせが好きやねんな結構。色で物は結構シンプルで、うん、色で遊ぶのが好き。今日とかもそうじゃない？赤にピンクとかさ、あ好き好きな、ちょっとトーン違う同系色で合わせてる感じとか好きやな、結構昔からなんていうんやろ、靴下はこことここを色拾ってとか、うんうんうん、多分 A 型やから、うん、なんていうんやろ自分の中でつながりというかつながりが欲しいねんな、なんか分からんけどあったっていうより、うん、あこことここ例えば年代を合わせるとか、うんうんうん、年代ちゃうけどカルチャーを合わせるとか、うんうんうん、なんか自分の中でだからしてるみたいな理由が欲しいなと、根拠付けみたいな感じが、そうそう、おしゃれ、同色合わせやったら俺結構、うん、軍パン、オリーブの軍パンに、うん、あのフォーティースのミリタリーのシューズとかもよくあるな、オリーブオリーブみたいなとか、軍パンのグリーンの上に、うん、グリーンリバースとか、うん、やってんなとか好きやな、なんか色で遊ぶの好きかな、あなんか聞くずつとか俺あんま得意じゃなくてさ、うんうんうん、そうやな、定番のアイテムでなんか着こなしで面白いみたいな多いよね、そうなんかロッキーの下にカウチン着たりとか、あなんかそういう遊びの方が俺は得意かな、うんうん、なんか意味わからん、意味わからんって言ったらあれやけどなんか難しい丈とかさ、はいはいはい、こっちがむっちゃ短いとかさ、うんうんうん、とかはなんていうの、正直
あんま得意分野じゃないかな、うん、定番のアイテムでどうやってちょっと人と違う定番じゃない生き方をするのが好きかな、そのイメージはあるな。あれは面白い着こなし。俺最初そのパタゴニアのスナップティーをさ、レンがこう何に着てたの、レインパーカーの下とかに着てたんかな、 US ネイビーの。あ、好き。あ、俺よくやってた、ミリタリーのゴリッゴリの、うん、デニムプルオーバーの下とか。はいはい、そう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 、にパタゴニアのさ発色のいい色、そうそうそう、のフリースを入れてるとかが俺めっちゃ面白いなって大学の時ぐらいから思ってたな。多分大学の時やったら N2 の下とかに着てたんじゃん。着てたな。なんかその両方結構定番やん、アーミーのプルオーバーも定番やし、うんうん、スナップティーも定番とか、G ジャンとかの下にスナップティーも定番やけど、うんうんうん、ちょっとゴリゴリになりすぎずに、うん、ちょっと発色の色を合わせるとか好きやな。そう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 、おしゃれな合わせ方やな。なんかこの中も何着ろっかなって悩んで、うん、なんかスウェット着よっかなみたいな思ったんやけど、うん、なんかそれいつも通りやし、なんかああはいはいはい、なんかイメージつくから、うん、雨かじって感じになるんですよ、デニムスウェットでシャツってやったらな。そうそうそう、なんか案外いろいろ着てみて、うん、お、いいんちゃうんってなってんな、セーター、ちょっとゆるいセーターに確かに上シャツとかもありなんかなと思って、うんうんうん、なんかだいぶ雰囲気変わるよな、それでスウェットかセーターで、なんか冬っぽさ出るくない、うんうんうん、と思って。俺あんまアウターを着れへんからさ、うんうんうん、そうやな、うん、ってな感じですね。おレンのスタイリング講座僕のスタイリングのなんかあれですね、うん、角度なる部分。ああ、いいね。あんま物で遊べへんよな。そうやな、うん、俺めっちゃ派手な服とかもあんまり着れへんもんな。そうやな、派手でもなんかこうなんていうんやろう、ただ派手なだけじゃないっていうやつが多い気がする。それこそ一点物である派手なものとかさ、あ、ハンドメイドである派手なものとかさ、うん、そういう感じやのイメージあるかな。一旦タバコ吸えへん。ああ、いいよ皆さんもぜひちょっとコーディネート、コーディネート話が長くなったんで長くなったな。一旦タバコでも吸いましょう、うん、いただきます。はい、どうぞ。あ、タバコ吸いながら、タバコ吸う前に紹介しよっか。今回も送っていただいたんですけど、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日はビール飲んでないんですけど、うん、蓋開いてんな飲んだからな。いただきました、もう。はい、今回は、はいはい、僕たちの仲良くしてもらってる先輩なんですけれども、はい、その先輩がコーヒー屋を始めるっていうことで、はい、このコーヒー屋をちょっと軽く紹介します。はい、松本コーヒー様、美味しいコーヒーを通販で、うん、通販で販売するそうなんで、はい、概要欄にも貼ってるんで皆さんチェックお願いします。はい、お願いします。ふみさん、ありがとうございます。ふみさん、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。松本コーヒー、はい、あと登録者4万人。あ、登録者4万人、ありがとうございます。ありがとうございます。実は登録者4万人いきました、はい、いきました、皆さんのおかげで。でちゃんとふみさんがそれで4万人と、それにもおめでとう、おめでとう、ラジオ始める、ありがとう、ありがとうということでもらいました。ちょっとやったありがとうございます。ちょっとこれはこっち置いてきます、はい、松本コーヒーよろしくお願いします。ぜひ皆さん概要欄チェックお願いします。お願いします。ということで、はい、その本題、今日は結構大きなテーマがある。そうやねんな、今日は実は、まあ、特別編みたいな感じで、ね、特別編、スペシャル編、うん、急遽撮ってます。その前にちょっと落ち着くために、そうやな、ちょっと2人とも落ち着かせなさいよちょっと上がっちゃってる、ハイになってるわところがあるんで、軽くタバコ吸います。いただきます。じゃあゆったり始めようか、うん、テーマを。今回のスペシャルテーマ、はい、シュートから発表する。そうやな、ちょっとアシ君で発表するのは、そう、俺もやめた僕シュート、実は初めて一人でアメリカに行ってきます。よっよっシュートということですね。よっシュートありがとうございます。照れるな。聞こえる聞こえるわ。ああ、歓声が聞こえるわ。
だいぶ応援されてるで。だいぶ応援されてんな。まあ一番応援してんの多分俺やけどな。そうやな。毎日のように言ってんもんな。シュートどうつって。行くとこ決まったつって。俺、レンに計画立てられそうになるぐらいの勢いで聞かれてるよな、毎日。どこ行くん誰と会うみたいな。気になるよな、やっぱり。うん、平日はどういう動きするって。気になって気になってしょうがないよな。まあそんな気になってるレンの質問に今日は答えていくみたいな感じで。なんかみんなも、うん、結構シュートが赤裸々に、うんうんうん、話してくれるらしいから、うん、ちょっとグッと踏み込んだ、なるほど、ね、みんなも聞きたそうな質問を、うん、俺が軽くしていこうかなみたいな。あ、まあ確かに2人でいつも行ってるから初めての松側やもんな。そう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 、松側の子、まあ、った視聴者側や、うんうんうん、シュートがどんな動きするんかなとか、うんうんうん、なるほど、ね、いろいろみんなも気になることあると思うんで、はい、代わりに僕が軽く聞いていきたいと思います。軽くすごいあれやな、質問が気になるな。ちょっと気合い入るな俺。軽くがっつり、うん、どっちにしますか。うん、がっつりで。じゃあがっつりが好きです、僕は。あ、その前にそのなぜアメリカに行くかというとですね、それをまず説明させてもらうと、その同じく古着系の YouTube をされてるユーミン、うんうん、そうユーミンが12月と1月に、うん、大阪と東京でその同世代ぐらいの古着屋をやってる人たちを集めて、うん、ヴィンテージのまあちっちゃいフェスみたいな、うんうん、イベントを2日間ずつやると。でそれに呼んでもらって今回出すにあたってアメリカに買い付けていきますっていうことです。それが12月と1月にあるんか、うん、そう、12月と1月、12月16、17。まあ、情報は概要欄に貼っておきます。それで、うん、それに出展するにあたって、そう、やっぱ新鮮なというかいいものをさ、うん、せっかくのそういうイベントやから自分が万全の状態でイベントに出たいなと思って、でそれでアメリカに、まあ、弾丸で行くことを決めました、うん。弾丸よな。めっちゃ弾丸よな。けどもともともう年末は今年は YouTube とかいろいろやろうかって言ってたんやけど、うん、それでまあ俺はいろいろユーミン両方誘ってくれてね、うん、2人でへんって感じで誘ってくれたんやけど、そうそうそう、俺はちょっといろいろ来年の計画立てたりとかしたいなっていうのもあって、うん、重機磨いたりな。そうそう、重機も届いたしそのこの事務所をちょっと伝えたいなとかあって断らせてもらったんやけど、うん、シュートはちょっと挑戦してみようかなみたいな、一人でもやってみようかなということで、それもそれで前のアメリカ行ってから、うん、服はちょっと別々でピックしよっかみたいな、うん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 、お互いの集めたいもう個人のお金で集めてやろっかっていう話で前からピック分けてて、でインスタのアカウントも2人とも作ってんな。そうそうそう、俺がミニッツマンっていうアカウントで、レンがストアバイレンか。あ、今のところ今のところ変えようかなと思ってるけど全然なんかそのまま染みついていきそうやけどな、ストアバイレン。その前に変えたいねんな、うん、俺のミニッツマンいいやろ。なんかミニッツマンいいよな、響きが。ミニッツマンをぜひフォローお願いします。はい、ぜひそんなミニッツマンをフォローお願いします。だからその前言ったら、うん、シュートの買い付けの様子とかはその全部ミニッツマンであげるんやろ、うん、そうそうそう、そっちのインスタからもうイベントの直前まであげようかなと思ってる、うん、っていうことですよね。そういうことです。だからリアルタイムはミニッツマンのインスタでチェックお願いします。チェックお願いします。どんなもん買い付けてるとかは。その買い付けた商品が12月1月のイベントでバッて出すって感じだな、うん、そうです、そういうことです。結構大忙しよな。大忙しですね。なんか質問され始まってるもん。うん、質問、俺今司会進行してるから。なるほどね、いつの間にか質問コーナーが始まってた、ぬるっとじゃあ本題の質問をいきますか。あ、まだやった今の冒頭やったやはい本題の質問コーナー、はい、お願いします。まず1問目デルン、シュートはじゃあ、うん、どこに買い付けに行くか。ああ、その前に何日間どこに行くか、はい、あ、オッケーオッケー。今回は全部で12日間やったかな、13日間かな、うん、11月30日から12月12日まで。じゃあ結構タイトに。そうそうそう、タイトに。そう、タイトって言いたかった。うん、そう、タイト、タイト。土日も2回だけ
まあ、ギリ2回入るぐらいのスケジュールでちょっと行ってこようと思ってて、うん、だから行く場所は行きやすいロサンゼルス、うん、まあ、行き慣れたというか、うん、とちょっとロサンゼルスから足伸ばしてサンフランシスコの方にも行ってみようかなって思ってるんだな。やっぱこっちも寒くなってるやん、うんうん、だしロスはちょっと気候的にあったかいからもうちょっと上登って、うん、ちょっとでも涼しいとこ行ったらそういう冬物とか狙えるかなと思って、それでサンフランシスコの方にも行こうと思ってます。サンフランとか、うん、もう寒そうやな。そうやな、一回車中泊さ、うん、行った時一回1週間ぐらいかけてサンフラン行った時さ、うん、ほぼ車中泊やったやん。そうやな、なんか寒かったイメージない？うん、寒かった寒かった。あれ何月やったか忘れたけど、あれサンフラン行ったら2回目やから10月とかやった。なんか寒かったよな。寒かったよな、なんか凍えてたもんな、車の中で。毛布貸したるって言われてさ、ああああああ、持っていくの忘れてさ、結局レベル7とかをさ、着て寝てたよな。寝てた。レベル3やったかな。いや、レベル3やと思う。レベル3でも寒かったよな。寒かった寒かった、凍えながら。だって多分車のエンジンつけて温めて、いや消して寝てたと思う。いや、めっちゃ温めて消して寝てたくない多分。ああ確かに。で寒くて起きるみたいな感じになった。やったよな、うん、めっちゃ早起きやったもんな、うん、ほんでスーパーで顔洗って行って、うん、顔洗って行った顔洗って歯磨いてスーパーのトイレでな、で着替えたりして行ってたな、うん、懐かしい。懐かしいな。まあシュートはその生活を一人でするってことや。今回ちょっとあの何スタイルって言うんやったっけ、クレイジーじゃないわ、ストロングスタイル、ストロングスタイルストロングスタイルで攻めようかなと思ってるから、うん、サンフランはもうストロングスタイルで回るわ、うん、回ってくるわ、回るわお金もやめろ若干もうストロングスタイルになってるギリ感でね。まあ12日間、うん、まあ行ったらいつもの半分ぐらいかな。そうやな、初めてちゃう、こんな短く行くの。うん、なあ、だいたい短くても3週間ぐらいは行ってたよな。うん、だから今回はまあその短く行ってどんぐらい帰るんかみたいなの実験的なところもあるよな、うんうん、逆に、まあ、どうせ行くんやったら長い方がいいやん、やっぱり。そやな、いっぱい集めて。そやな、うん、けどやっぱスケジュール的なのもあるし、うん、まあ、逆に短く行って結構ディーラーとのアポイントメントとかも事前に取ってとか、タイトに、そうそうそう、もう計画ギチギチで行こうかなと思って。あ、もう買い付けメインって感じ。そうそうそう、買い付けメインで。いつも、うん、結構向こう行ってから、うん、あ、こいつこのディーラーと仲良くなったし行ってみたくないとか結構多くて。結構多いな。なんかフリマで何回かあって仲良くなって、うん、ちょっと行ってみへんみたいな感じで行って買い付けさせてもらうとか多いもんな、うん、多いな。なんかその出会い感をな、大事にしてる感じも多いけど、あんまりアポイント、まあちょくちょくは取るけど、うん、そんながっつり取っていけへんよな。いけへんな。今回逆にがっつり取っていきたいなと思って。やっぱいい服を集めてるのはディーラーやんか、うんうん、だからそういういい服はいっぱい見たいし、うんうん、いっぱい見た中から選びたいし、うんうん、ディーラーはやっぱちょっと値段は張るけど、うん、いいものはいい値段出してでも欲しいなと思ってるから。じゃあ結構、うん、スペシャルとかも買う予定な。買いたいな。買いたいね、スペシャル。何か。まあ、買おうとなるような。そうそうそう。誰しもがちょっと一回は転してみたいな、うん、みたいな。毎回なんかその、スペシャル出会えるかどうかも分からない。狙っていってもさ、ダブル X とかやったらまだ出るかもしれへんけどさ。まあ持ってそうなディーラー行ってやったら買えるんかな、分からんけど。分からんけど、まあ、まだ買え、狙ってはいけそうやけど、あんまスペシャルは欲しいと思ってても狙ってはいかれへんやんか。俺何が言いたかったやったっけスペシャル買うんって質問そうやななんですけど、はい、こちら側としては、あ、そうだから毎回もう緊張してるちょっと緊張してる毎回ちょっと毎回ちょっとどんな自分がどんなスペシャル買うんやろなっていうのもちょっと楽しみじゃない。あ、確かに。買い付けする側からとしてはその時のスペシャルって毎回違うよな、うんうん、なんかわかる。そう、それが言いたい。その時の気分のスペシャルがあるけど、そう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 、それが今回なんなんやろ。
どれに落ち着くんやろみたいな、うん、あじゃあ結構スペシャルは買う予定で行くん、うん、今まであんまりシュートが買い付けスペシャル買ってたイメージないもんな。そうやな、どっちかというとまあミドルっていうかな、まあいいヴィンテージやけどそれぐらいのヴィンテージを買うことが多かったかな、うん、よなあんまないよな、うん、まあそこら辺もじゃあ一人で行って新しい取り組みなわけだ、うん、ですね。じゃあ2問目行こうかな、はい、どういう商品を集めたいとかあるんかな。あーどういう商品、俺が最近気になってるものをベースにまあ集めたいなと思ってるんやけど、うん、まあ、それが結構やっぱ俺季節で結構気分が変わるからさ、うん、冬やったら冬っぽいもの、それこそニットとかってさ、スウェットとニットで比べたらやっぱ冬のイメージ強いやんか。あニットの方が、うん、ニットの方が、あ強い強い、だからそういうのでニットが最近気になってたりとか、うん、まあ単純に冬物で言ったダウンとかさ、うん、コートとかその辺のアウターも着れる季節になってきたから、その辺のものをちょっと中心に、うん、中心に集めたいなとは思ってますね。ニットの中でも、うん、例えばカウチンとかさ、うん、はい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 、ああなるほどね、まあ、タートルとかさ、うんうんうん、まあエクアドルニットとか、うんうんうん、いいニットはいっぱいある。俺なんかあるん、まあ、俺は結構コットンニット好きでさ、よく買い付けるやん。俺素材で言ったら逆にウールを集めようと思ってんねん。おそれもなんかやっぱこうなんかなんやろ、これも俺の今の気分ないけど、めっちゃ、うん、29歳になって、うん、30を目前にしてもうちょっとこう大人らしい、うんうん、スタイルの格好したいなみたいなって思い始めて、で自分の持ってるコットンニットとウールのニットを比べてみた時に、うん、なんかウールの方が引き締まる雰囲気的になる、クラシックな感じがするな。そう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 、まあ年代的にも古いのんでコットンニットってないもんな。ないないない、コットンニットって多分チクチクするとかいう、うん、そのお客さんからの不満みたいな、そう不満を踏まえた上で開発されたのが多分コットンニットなんかなと思ってて、うん、だから80年代とかな、90年代とか多いよな。そうそうそう、だからだってスウェットももともとウールやったもんな、うんうんうん、それやったらやっぱウールって古いイメージ、クラシックなイメージがあるよな、うん、っていうのでなんか生地的にはコットンより今ウールが気になってるな。やっぱウールの方があったかいしっていうのもあるし、あったかいんかなやっぱり、ウールの方があったかいと思う全然コットンよりは。確かになスウェットより、うんって感じかな。でまあその年代とかで、うん、ぼんやり狙ってるのってなったら40以前のニットかな。あじゃあボートネックのやつとか。そう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 、ボートネックのやつとか、あのリブがめっちゃ長くてさ、うん、こっちも袖も、うん、でボートネックとか V ネックとか、あとあのショールカラーのカーディガンとかもかっこいいなと思って、うんうん、あの辺のやつとかも狙ってるかな。古い、逆に、うん、それをどういう風に売っていきたいのかな。あ例えば、はいはいはい、なんてやろう、ウールって結局みんな買い付けへんのってさ、うん、縮みやったりさ、うん、チクチクするとかさ、うん、結構着てて多いのは多分着てると俺もそうなんやけど、うん、鼻ムズムズするとかさ、うんうんうん、まあ多分いろいろさ、うん、そのマイナス要素が大きいから多分みんな買い付けへんし、うん、値段も安いやん、うん、っていうことに関してはどう思ってるんかなみたいな。あそこに関して、うん、そこに関しては、それは、まあ、しっかり伝えた上で、うんうん、シュート的な改善策っていうか、うん、なんてやろう、こういう風にやったら、うん、みんな来たいよなってやって売るわけやん、うんうんうん、例えばそれがないと売れへんわけやん、うん、そこをどうするんかなって俺は思っててんだ。あなるほどね、それはもうウールの、俺が実際に着てるウールの魅力の部分をそのマイナスよりもこう伝えたいというか、うんうん、あまあチクチクするとかちょっと鼻ムズムズするけどそれ以上にかっこいいよな。そうそうそう、まあじゃあかっこいいで押していくタイプや。そうやな、かっこいいっ
うん、見た目の感じとかがやっぱこっちと違うよねっていうのが言えるようなものを買いたいよね、うんうん、じゃあコーディネートとかで押していくっていうよりはかっこいいからって感じ、うん、かっこいい、かっこいいっていうよりはこういうスタイルができるよねみたいな、あーウールの古いセーターやからこそできるスタイリングがあるから買い付けてそれを提案して売っていく、うん、そうそう、こっちじゃできひんけど、うん、こっちやったらこの雰囲気になるよね、あーまあ言ったらシュートが言ってるクラシックな感じになるよなみたいな、そうそうそう、やからやっぱりかっこいいよなみたいな、そう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 って感じなの、そう、そういうスタイルをこう提案したいみたいな感じかな、うん、始まりはどっちかっていうとシュートがあんま古いニットを着てるイメージは俺はないけどな、あでも去年の冬に買った50年代ぐらいやったんかなあれは、うんうん、のウールのセーターは気に入ってきてて、 V ネックの紫のやつ、この肩に黄色のラインが入ってる、うんうん、もうこのめっちゃリブが長い V ネックの紫のウールのセーター持ってんやけど、うんうん、それはすごい気に入ってきてんねんな、ああまあだからそれを着た時にやっぱりいいなーで、そう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 、集めてみたいなみたいな、今別に高くはないやん全然、うん、ウールの古いのって年代の割にどっちかというとめっちゃ安いよな、うん、1万全然いかへんやん、そうやな、ウールのセーターって安いイメージあるよな、うん、なんなら新しいのんと値段変わらんよな、うんうんうん、ウールの質自体はめっちゃいいやろうにな、そうそうそう、だからなんかで、それは俺もまあ着るまでは知らんかったんやけど、うんうん、実際に買って着てみてすごいかっこよかったから、うん、なんか押していきたいというか、なんていうの、みんなが知らん魅力をこう発見して伝えたいみたいなの一つかな、その辺のセーターに関しては、ウールの古いセーター、そうそう、カーディガン、うん、じゃあ結構気合い入れて集めたいなって感じなんですか、そうやな、集めたいな、集まるんかな、どうなんや、なんか西で集まるイメージがあんまり、うんうんうん、東の方が、まあ、結構カレッジ系多いやん、おいおいおい、だから東なんかなと俺は思ってたけど、うーん、ウールの古いセーターやったら東かどうか分からんけど西であんまり見るイメージがない、うん、持ってたとしてもディーラー結構高くってイメージやな、うんうんうん、があった俺は、まあ、その向こうで探したことがないから、うん、とりあえずはまあ行ってみて、行ってみて探してみてって感じかな、うん、まあ出れへんかったら来年また違うとこ行って探してもいいし、そう、いい値段と、うん、質のいい、うん、狙ってるというかぼんやり欲しいものはさ、うん、こういうの欲しいこういうの欲しいってあんねんけどさ、うん、やっぱそれがあるやんアメリカって、うん、なんか西でこういうの出るんかなほんまにって、暑いから、うん、セーターが少ないとかさ、うんうんうん、T シャツがめっちゃ多いとかさ、うん、っていう結構そのアメリカの土地土地の気候があるからさ、うん、それによって出る服変わったりするやん結構、土地柄もな、そう土地柄があるから、だから逆にロスでその冬物を狙う目線でいったら、うん、どういうもんがあるんやろみたいな、今の俺にどういうもんが引っかかるんやろみたいなのも考えてるし、それを自分的にはそれを楽しみにしてる、楽しみやな、俺も楽しみやな、何があるんやろな、アウトドアで言ったらパタゴニアとかさ、うんうん、ノースフェイスが確か西やんか、うんうんうん、ジェリーとかも、うん、だからやっぱそっちが多く出るんかなって、あまあいろいろイメージはしてるけど、そうそうそう、どうなんやろみたいな、実際にがっつり冬もそうそうそう探しに行ったことないから、そうそうそう、何があったっけなみたいな、何があるんやろみたいな、イメージをしつつ、うん、逆にそういうセーター、古いセーターとかを持ってそうな人はアポイント取ってる？いや取ってないな、取ってないんや、そこ取れへんや全然取ってないな、そこはまあじゃあフリマとかでフリマとかで探すって感じやな、フリマとかそこで出会ったディーラーとか、うん、って感じなの、うん、その辺はそうやな、取ってないです、自分を信じてるって感じかな、うん、けどそれでどんだけ出るかやってみて、うん、出たら別にディーラー、逆にセーターとかを集めてるディーラーも少なそうやしな、うん、モヘアとかやったらさ、日本人好きやからさ、市場価値がすごいついてるからな、集めてる人おると思うけど、多分あるけど集めてんのもさその人の好みプラスさ、うん、日本で値段ついてるからさ、うん、日本人のディーラーが売れる
買ってくれるっていうのあって集めてるっていうのもあるよな。あるな絶対。じゃないと結構集めるって言っても難しいような気がするよな、うんうんうん、だって結構行ったらディーラーさモヘアとか持ってたら、うん、お前ら日本人モヘア好きやろとか、うん、リーバイスも一緒やん、うんうんうん、リーバイス持ってるでみたいな、うんうんうん、言ってくるよな。言ってくるな。もう好きなの分かってるよな向こうが。分かってる。こっちが好きなの。けどさ俺たち結構、うん、そこを買えへんからさ、うんうんうん、お前らこれいらんみたいなあれだな。しかも安いでみたいな。おおみたいな。ほんでさちょっと変わったペイントのやつとかさ、うん、買おうとしておおそれ好きなんだ珍しいなみたいな感じになるよな。めっちゃなるな。なるなるなるよな。なるなるやな。だいぶなる。今日はスペシャル回ですね。シュートのアメリカ買い付けについて話していきました、うん、話していきました。終わろうとしてるんやけどいいかな。いいよ。なんか言いたいことあるかな。いやまあ正直一人のアメリカはドキドキしてるんやけど、うんうん、初めてやもんなよく考えたら、うんうん、けどなんか同時に楽しみでもあるからさ一人で行ったらどんな動きできるんやろみたいな。俺も楽しみやもんな、やっぱり、うん、もう来週やから結構なんか最近毎日アメリカのこと考えてるよな。考えちゃうよな、それは、うん、一人で行くってなったらいつも結構運転中にさどっちかが調べてとかさ、うん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 、できるけど一人で行くってなったら結構そうやな、事前になホテル帰ってからも結構調べてとか、うん、ここら辺出たし他のショップないかなとかもできるし、うん、来週やな。来週やな。その運転中が暇よね、一人やったら。あ、最後にじゃあ、うん、とっておきの、うん、運転中何聴くん、はい、音楽。運転めっちゃしょうもな。しょうもないって言うな。運転中の音楽は。運転中の音楽、それはもちろん YouTube プレミアムでこのラジオ聴きながら運転するよ。3個しかないから10回ぐらい聴けるんじゃん。もっと聴ける。サンフランシスコ行くまで10回は聴けるな。な。ということで、はい、第3回ラジオはこんな感じでした。こんな感じでした。皆さん、松本コーヒーのフォローと、はい、シュートのミニッツマン、フォローお願いします。お願いします。じゃあまたイベントでお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。